やがて石造りの庭園風の階段が見えてきた。うん、この辺りからは記憶がある。こいつ分かると確か。あ、なんか思ったより普通の、普通ではないけどさ。あ、待って、これゲストハウスか。美しいゲストハウスが見えてくる。はい、皆さんお疲れ様です。海猫の鳴く頃に続き始めていきたいと思います。前回ブックマーク、途中セーブができることに気づいたので、ちょっとそこから始めていきたいと思います。日付見えちゃうのかと思ったんですけど、私あれですね、プレステ3の設定が元旦になってるんで、大丈夫そうですね。じゃあ始めていきます。前回さ、マリアが幼女を刺しているってシーンがあったんですけど、幼女が幼女を刺しているってなんでその時思いつかなかったんだろうって思いましたね。船が大きくガクンと揺れる。確かもう島に着いたんだったかな。船着き場に接岸したようだ。船の人が出てきて、もやい綱を持ちながら、祈祷、祈祷じゃないっす。カットだな。カット。船の人が出てきて、もやい綱を持ちながら、ふと絵の目をする。ごめんなさい。そこにはタキシード姿の大柄の男がいて、あ、俺たちをにこやかな笑顔で迎えて、あれかな？ゴーダかな？面識はないが、服装から牛目家本家の使用人だろうと察する。お嬢様、ゴーダだ。お帰りなさい。料理人だね、確か。ただいま。遅かったので心配しております。ジェシカに言ってるのか。うん、心配ありがとう。バトラのやつが怖がっちゃってよ。それで徐行運転だったってわけ。ガタイすごいね、こうやって見るとね。立ち位を見ると。うるせえ。いつか逆の立場になったら覚えてる。あ、バトラよりでかくないこの人。この調子じゃ親族中に言いふらされて、今日の晩餐は俺の話題で持ちきりだな。ただでさえ6年ぶりってことで話題にされやすいってのに、さらに美味しい話題まで提供しちまうとは。畜生、なんで後宮本家には離島なんかに住んでんだ。そうこうしてるうちに船の接岸は終了した。下船用の小さな橋板がかけられる。船内からゾロゾロと親たちも上がってきた。皆様、長旅お疲れ様でした。下の名前なんて読むんだろうね。敏郎かな。奥様、お手をどうぞ。ありがとう。紳士だな。お久しぶりね。ゴーダさんもお元気？ありがとうございます。バトラは面識ないんだよね。さっきの字の文を見ると。毎日元気にお勤めをさせていただいております。バトラ君はゴーダさんとは初対面じゃない？確か6年前はお勤めじゃなかったですよね。はい。ですので。バトラ様とは初めてご挨拶させていただきます。後宮家の中では新人ってことだね。バトラ様、はい、初めまして。あ、やっぱそうなんだ。でかいんだね。には多少の自信があったんだが、でっけえ人だな。紛れもなく初対面だぜ。こんな大男あったら絶対忘れないさ。どうも初めまして、バトラス。お待ち申し上げておりました。バトラスって言われて漢字思い浮かばないだろうね。後宮本家にお仕えさせていただいております。一昨年、最近だね。使用人のゴーダと申します。どうぞよろしくお願いいたします。何かご用命がございましたらいつでもお申し付けください。割と新しい人ってことは、お久しぶりです。まあ怪しさは多少あるよね。王子様、ご無沙汰をいたしております。こいつもこいつでうさんくささあるな。あんた相変わらず大した接客のプロや。もし職に困ったらいつでもわしに声をかけるんやで。なんかホテルマンとかそういう感じだったのかな、もともと。これは身に余る光栄です。どうぞお手を、秀吉様。ゴーダさんはその後も全員の下船を補助して挨拶をしていた。挨拶や仕草が洗練されていて、なんというかプロの身のこなしだ。見かけのゴツさの割にとても優雅だった。大男特有の威圧感があるので怖い人かと思っていたが、想像するよりずっと礼儀正しい人だ。勤めて2年と言っているが、その前にもどこかで同じようなことを、同じような職だったに違いない。全員が下船すると、もやい綱はほどかれ、船は船着き場を離れ始める。新島の母港へと引き上げるのだろう。船長がお別れの手を振っておる。お前もう二度と改造すんなよ。マリアも律儀に手を振り返していた。なんだかさっきから違和感があると。バトラはあれだね、あれだな、結構違和感に気づくんですね。あ、海猫の声。海猫？鳥のか。この島に来るとウミネコがニャーニャーと賑やかな声で迎えてくれたもんだっけ。そのせいでここ以外でウミネコの声を聞いても親族会議に来ているような気分になる。六軒島は後宮本家が住んでいる極めて一部以外は手つかずで放置されているため、野鳥の天国になっているらしい。どっかの岸壁がウミネコの巨大コロニーになって、へえ、この島はいつでもウミネコだらけなのだ。あー、ウミネコの歓迎がなかったので少しだけ寂しかった。その海猫がいないっていうのと、ああ、ローザおばさん、
いや別に。そのなんだっけ、神社。海猫の声が聞こえない。鳥居がなくなったってのはなんか関係があるのかな。ローズアップさん可愛いな。あ、そういえばそう。そうなんだ。みんなからしても違和感なんだ。いつもににやかなのに。今日はさっぱりいないわね。どうして海猫いない？海猫たちも今日はよそで集まりがあるからかな。上手な怪し方。ワイヤも海猫見たかったな。見たかった。海猫って私見たことないな、多分。なんだってこうもまるっきりいねえんだ。ジェシカがみんな焼き鳥にして食っちまったんかな。でも伊豆だよね、ここ。伊豆の海にいるってことは、多分普通にいるんだよな、その辺に。カモメとはまた違うんだよね。マリアが勘違いするだろ。ジェシカお姉ちゃんがこれは食べたと思ってますね。まあ、普段の行いが悪いですね、これは。そんなの私がするわけねえだろ。そうだそうだ、ジェシカが焼き鳥にしたんだ。このままもう一回信じちゃうとしつこいですからね。あ、でも冗談って分かってる感じなんだ、可愛いな。でもさっきね、前回かな、前回ちょっとトランスしちゃってたんで。あー、でもなんかこういう笑顔見れるのは嬉しいね。マリアのジェシカも林立てると、マリアも面白そうに俺に追従してくれる。こんなにもノリのいいやつだったのか。よしよし、今日から俺の子分1号に加えてやるぜ。笑いかけてやるとささやかな連帯感が嬉しいのか、とても嬉しそうに笑った。違うよマリアちゃん。出たジョージ。野鳥って天気や気圧の変化に敏感なんだ。あー、なるほどなるほど。今夜あたり天気が崩れそうだし、ね、そうかそうか、そんな話がありましたね。早めに引き上げてるのかもしれないね。台風が来るから気圧が低くなってってことか。いやー、気圧低くなると頭痛くなりますよね。私は割と雨の日とか結構頭痛がひどくなるタイプですね。バトラも嘘だったって認めろよ。バトラ君、マリアちゃんは素直な子だから、そういう冗談でも真に受けちゃうんだよ。冗談も少し選んだ方がいいよ。いや、そんな怒られるような冗談ではなかった気がするけどな。厳しいなジョージ。ジョージの兄貴にしっとりワインや、ん？ジョージの兄貴にしっとりやんわりとお説教される。ほーん。図体のデカさだけは兄貴を上回っても、やっぱり兄貴は兄貴だ、素直に謝るしかねえ。あ、そっか、別に。あ、ありがとうマリア。今まあ、そっか、育ちのいい家だと今のもダメなのかな。今日はすでおとなしくしてるってさ。バトラは嘘、ジョージお兄ちゃんは。いやー、ジョージお兄ちゃん怪しいっすよ。せっかく楽しかったのに実は騙されていた。無垢な瞳が俺を責めるようだ。ちょいとさすがに悪乗りすぎたかもな。まあ、子供に言うにはあんまり良くない嘘だったのかな。天気が悪いんで今日は引き上げたんだろうよ。いなくなったわけじゃないんだぜね、おばさん。そうよ、明日以降天気が良くなったらきっと戻ってきてミャミャと声を聞かせてくれるわ。うん、天気良くなって戻ってくるの待つ。明日まで待つ。天気良くなるまで待つ。でもなんかあれだよね、表情に乏しいって聞いてたけど、そんな気もしないよねあんまり。マリアは機嫌を直し、海猫が空いっぱいに帰ってくる明日を楽しみにしているようだった。それにしてもジョージの兄貴は小さい子の面倒を見るのがうまいぜ。6年前のが緊張だった俺も兄貴にいい感じで面倒を見られた気がするし、兄貴ちょっとした才能なのかもしれないな。ジョージ君は小さい子の面倒を見るのがうまいわね。これもなんか伏線かな。保育士さんでも勤められるんじゃない。なあ、ジョージ兄さんの転職っぽいぜ。子供の面倒を見るのが社長室でビジネスってより、そっちの方が兄さんのイメージだぜ。わかんないけど覚えておこうか。まさか保育士さんは立派なお仕事だよ。いや、うん、立派なお仕事だと思うよ。子供好き程度に勤まる、とんでもなく大変だと思いますねあれは。本当にジョージ君は謙虚ね。でもバトラ君も子供の怪し方が上手よ。さっきはほんの少しの間だけど、マリアとっても楽しそうだ。そうだね、違う方向性なんだろうねきっと。今みたいに遊んであげてね。二人の子供の怪し方っていうか。選んで。ああ、そんな責められることでもない気がするけどな。可愛いなマリオゾボさん。ローズアボさんがくすりと笑いながらウィンクするような仕草をしてくれた。マリアの楽しそうな仕草が嬉しかったというあたりは、なるほど、ああそうだね、母親だなっていう感じだったね。おーいローザー。出た、ルドルフ。それにガキどもも何やってんだ。行くぞ。はいはい、今行きます。この末っ子たち、ルドルフとかローザとかって何歳ぐらいなんだろう。まあ40は行ってんのかな。手荷物を部屋に置いてからでも遅くないはずだしな。それでは皆様、お泊まりのゲストハウスの方へご案内させていただきます。どうぞこちらへ。ゴーダが唐突に呼び捨てにしちゃった。
全員に呼びかけ先導を始める。熊沢さんはしんがりだった。あ、もう天気が怪しくなってきてる。あ、そういうわけじゃないのかな。暗い森の中を、蛇腹になったひねくれた道が続く。わずかに上りになっていた。傾斜を少しでも感じさせないために道をひねってあるんだろうが、俺には潔く直線の階段か何かにしてもらった方が嬉しい。絶対これもったいぶって距離感を出すためにわざと道をひねってあるぞ。ねじるかな、ひねるかな、ごめん。やがて石造りの庭園風の階段が見えてきた。うん、この辺りからは記憶がある。こいつ分かると確か。あ、なんか思ったより普通の、普通ではないけどさ。あ、待って、これゲストハウスか。美しいゲストハウスが見えてくる。そうか、ゲスト用の家でこの規模ですか。その佇まいももちろん素晴らしいものだが、それ以上にその前に広がる美しいバラの庭園の美しさに心を奪われずにはいられなかった。はあ、バラ庭園ね。今年も相変わらず大したもんや。10月ぐらいに紅葉とはこのことやで。咲くんだね、バラって。あ、いい曲。うん、いい曲だね。バラの庭園に迎えられた人たちは次々に感動を口にする。今年は少し花に元気がないんじゃない、やっぱり夏があまり暑くなかったせいかしら。そういうのもやっぱり影響するんだね。そのせいもあるかと思います。去年の咲きに比べると今年は少々見劣りも残念です。それでも立派だって思うぐらいなんでしょう。とは言ってもそれでも立派なバラ庭園だった。6年前にも毎年たくさんのバラが出迎えてくれたのを覚えている。六軒島を訪れた人間を最初に歓迎するこのバラ庭園は、毎年訪れている親族であっても感嘆を漏らさずにはいられないのだ。その上、俺の記憶にある6年前の庭園よりパワーアップしているように見えた。いつ見てもすごいわね。誰が管理してんだっけこれ。自宅にこれだけのバラ園があったらさぞや素敵でしょうに。よせよ、誰がそうだよね。バラは虫とか病気とか。手入れめちゃめちゃ大変だと思うわ。あ、そうなんだ。そうね、キリエ姉さんは毎日バラの手入れをしてて虫がつかないようにしてる。嫌味ですね。え、そうなのかよ。おめえのことだよ、おめえのことだ。そうなんです、この人の場合はバラの方から虫を求めていっちゃうから、どっちかというと体の悪い食虫植物、ね、やっぱ本当に女好きなんだね。前の奥さんいるうちにもう不正を働いちゃったのかな、こいつは。たく、ローザ、今日はそういう話は勘弁してくれよ。もうそういうのはすっかり足を洗う。本当？どうかしら。ルドルフ兄さんは遺伝子的レベルでだらしないし。ローザレベルの、ローザレベルじゃない。ローザのさ、この表情好きなんだよね。大丈夫よローザさん。あんまりおいたするバラなら根元からちょって切っちゃう。ああ痛いっすね、ちょっと。やっぱ切りはそうなんだな。そういうのが上手なんだろうな。前回そう。キリエはなんか今のところ怪しさナンバー2って言ってたけど、どうなんだろうな今のところね。だから秀吉兄さん、モテてなんかないって。キリエも物騒な話なんかやめろい。でも金持ちでこの面でこのスタイルだったらモテるだろう。たとえ今ナイスミドルって感じだし。マリアちゃん、こっちのバラは特に立派だよ。え、それ待って、下ネタ。今の流れからこっちのバラは特に立派とか言うな、ジョージ。バラが立派。まあマリアだから大丈夫かな。かぐわしい匂いだぜ。俺のエレガントさにぴったりだな。おい、よせよ。マリアが真似してトゲで怪我するだろう。あ、持っちゃったのかな。気ざったらしくバラの匂いを嗅ぐような仕草をしてみせたら怒られた。さっきから怒られてばっかだな、バトラ。まさかなと思って振り返ると、マリアが俺そっくりの真似をしてジョージの兄貴を大層笑わしていた。ほら、マリアちゃん、気をつけて。バラのトゲは痛いよ。ほう、ジョージお兄ちゃん、このバラだけ変。あ、変？どうしたんだよ。マリアが一本のバラを指さす。これなんか覚えてるな。すぐにその違和感は分かった。立派なバラたちの中でその一本だけがしおれかけていたのだ。特別な理由があるわけじゃない。元気なバラもあればしおれるバラもある。それだけのことなのだが、みんな元気なのに一本だけ元気がないというのがマリアにはとても気になるようだった。ある種の仲間外れ的な感情を感じているに違いない。このバラだけ元気がなくてかわいそう。ほう、他はみんな元気なのにこれだけかわいそう。まあ
咲いたり枯れたり、ジョージは何に違和感を持ったんだ今。一足先にしおれる代わりに、そのバラは他のどのバラよりも早く開花できたんだと思うぜ。普通の話だと思ったけどな、子供の感情的には、ね、いっぱい咲いてその役目を終えてお休みに入ったってだけのことだと思うぜ。そんなに気に病むことはねえさ。うん、子供ってね、一回気になっちゃうとそうなんでしょうね、きっと。マリアの無垢な感受性はこのポツリとしおれるバラに何かの干渉を感じさせるらしい。あのさ、しおれるに振り仮名振ってるけどさ、もっと難しい感じ結構あると思うよ今。で、理屈では分かっていても寂しさが拭えないようだった。じゃあマリアちゃん、帰るまでの間このバラをお世話してあげるといいよ。あー、覚えてる覚えてる。なんか、ジョージの兄貴は一度腰を上げるとポケットをまさぐる。取り出したのは機内で舐めていた飴玉の包み紙だった。それを小よりのように細くすると目印をつけるようにそのバラに優しく縛り付けた。なんだか可愛くなったね。これがこのバラの目印。そうで、なんかマリアのバラみたいな。お水とかをあげに来てごらん。そんなフレーズをうっすら覚えてますね。きっと喜ぶと思うよ。うん、お水とかをあげに来る。せっかくだからこのバラさんに何か名前をつけてあげるといいよ。そうするとバラさんも喜ぶと思うし、マリアちゃんと心もきっと通い合うと思うよ。名前、名前、マリアは腕組みをしながら相変わらずの仏頂面だけれども真剣に悩み始める。少なくとも昇進からはすっかり立ち直ったように見えた。さすがは兄貴だ。この庭園はお前が子供の頃にもこんなに立派だったのか。あとエヴァかな。私が出てってからよ、こんなに立派になったのは。何歳ぐらいまでいたんだろうね、この家に。前の庭園の方が素朴で愛着があったんだけどね。まあ二十歳ぐらいまでいたのかな。兄さんがちょっと悪趣味にいじりすぎたのよ。クラウスか。前の方がずっと良かったんだから。エヴァ、ポジティブシンキングやで。昔は置いといて、今のこの美しさをめでなあかん、その方が心が安らかに。このバラ庭園が別にそんな意味じゃん。ただ変わってしまった。昔の方が素敵だった庭園をあなたにも見てほしかったなってだけよ。それでは皆様、エヴァと秀吉って本当仲いいんだね。そろそろお部屋の方にご案内いたします。でもこの変わってしまったバラ庭園っていうのも何かしら意味があるのかもしれないですね。そろそろいいかとみんなに声をかけるが、1年ぶりのバラ庭園にすっかり心を奪われてしまって、なかなか耳を貸そうとはしなかった。団体旅行じゃないから厳しいスケジュールがあるわけじゃない。親兄弟たちにとっては懐かしき実家の敷地内なので、誰かに促される義理もないのだろう。ゴーダさんは、バラに飽きて部屋に案内してくれと言い出すまでにこやかなまま待ち続けるのだった。できた使用人ですね、本当に。一応ね、注意はするけど。おい、カノン君。あ、カノン君だ。久しぶりやな、元気か。イケメンですね、イケメン。美少年、秀吉おじさんが唐突に声を上げた。美少年ですね。手を振ってみると、小柄な少年がいた。ゴーダさんのような大柄な男を見た直後だとそうでしょうね。その小柄さが一層際立って見えたかもしれない。少年は手押しの猫車に園芸の道具などを積んで運んでいるところだった。自分が呼び止められたことを知ると、猫車を置いて帽子を取り頭を下げた。こんにちは。そう、なんか愛想の悪いやつなんだよね、確か。俺より年下だと思う。なんかひねくれてんだよ、確か。雰囲気からも、彼も使用人であることが分かった。秀吉おじさんの挨拶に答える形で挨拶を返してくれたが、本来は不愛想なのかもしれない。ちょっと感情のこもらない挨拶だった。でも使用人としては良くないんじゃないの。俺らの関心が彼に移ったのに気づくと、大田さんは少年の脇に行き紹介してくれた。バトラ様。そうだよね、バトラは知らないってことだよね。お紹介いたします。後宮本家にお仕えしております使用人の一人です。加納さん、お客様にご挨拶を。はじめまして、使用人のカノンで。あ、ごめん、飛ばしちゃった。やはり第一印象にたがわず、不愛想というか口下手だなと感じた。ゴーダさんが使用人として非常に洗練されていることと比べると、どうしても年齢相応の未熟さを感じてしまうのだった。もう少し自己紹介できませんかと小声で促しているが、カノンという少年はうつむくだけだった。カノンさん、もう少し何か挨拶することはできませんか。今から言うのか。いえ、僕たちは家具で。家具ですから、ごめんね。なんかカノン君が微妙な間で喋るからさ、丸ボタン押しちゃうんだよね、ごめんなさい。俺らに悪意があってそれ以上の挨拶を拒んでいる。というよりはこれ以上の何かを挨拶をすればいいか分からず黙っているしかないというふうに見えた。ああ、カノン君は寡黙でさ、余計なおしゃべりはしない性分なんだよ。愛想は少し悪いけど、
確かジェシカは公開しないで、ここに勤めて3年になるんだっけ。確かゴーダさん、あ、先輩なんだよね。そうそうそう。かつ確かジェシカはちょっと確か恋心を持ってるんだったんじゃないかな、カノン君に。別に悪い印象を持ったわけじゃないのにジェシカが慌ててフォローしてくれる。なるほど、普段から不愛想で損をしているらしい。そっか、よろしくな。俺はバトラ18だけど、君はいくつだい？答えるべき質問かどうか値踏みするような沈黙。これまた先にジェシカが教えてくれた。おお、完全なるコミュ障ですね。確か私たちの2つ下だけど、でもどうなんだろう、バトラとは多分相性悪いけど、はい、そうです。あれだよね、使用人としてはもうゲのゲだよね、この態度は。できることなら年齢を打ち明けたくなかった。へえ。年齢を話したくないのはそれを理由に見下されるかもしれないから。あー、俺も同じくらいの年の時、親に年を聞かれるのが嫌いだった気がする。なるほど、16か。その辺が微妙な年頃なのかもしれねえな。うーん、だとしたら悪いこと聞いちまったぜ。でも使用人として、あ、でもなんで16歳で働いてんだ。気さくにバトラって呼んでくれよな。俺も君のことはカノンって呼ぶぜ。ありがとうございます。お気持ちだけで結構です、バトラ様。なんだろう、ジェシカが勝手にあわあわしている。カノン君の拒絶的な返事に俺が印象を悪くしているものと思っているらしい。まあ女のジェシカにはこの辺の難かる男心には分かるまいよ。俺はほんの2年だが、青年時代をリードしている先輩としてそこら辺を理解してやることにする。カノンさん、もう少し愛想よくはできませんか。笑顔も使用人の義務ですよ。あ、なんかでもあれだよね、申し訳ありません。ゴーダは一応後輩だからさ。ゴーダさん、カノン君もいろいろ。熊沢さんが多分使用人のトップなんだろうね、人気的な意味では。不愛想な点はよく注意されることらしい。そして一向に改まらないことでもある。ゴーダさんは営業スマイルのままだったが、諦めの小さなため息を漏らす。それではまだ仕事がありますので失礼します。はい、お疲れ様。これ以上この場で沈黙を守ることはカノン君自身にとっても居心地の悪いものだらしい。もう一度ペコリと頭を下げるとキビスを返し猫車を押し始めるようになった。すると突然猫車がぐらりと転んで積み荷を散らしてしまった。猫車の一つしかない車輪が、小石でも噛んだのでバランスを崩してしまったのだろう。何をしてるんですか。あれだよね、ささ早く、あの学校とかにあったやつだよね、赤いやつ。お客様の前で無様な姿を見せるのは使用人の恥だとでも言わんばかりに、ゴーダさんが小声でせき立てる。カノン君も言われなくても分かってるとばかりに無言で落ちた荷を猫車に積み直す。シャベルなんかの園芸肥料、重そうだよね。あ、肥料ね、肥料の袋を持ち上げるには苦労しているようだった。大丈夫かよ、そそこしいな。ほら、お嬢様、お召し物が汚れます。これさ、でもダメですよ、女の子に助けられるっていうのは余計にね、きっと本人としても納得いかないんじゃない。ジェシカが拾ったシャベルをゴーダさんは優雅な仕草で取り上げる。その背中では肥料の袋に難儀しているカノン君の姿があった。お召し物が汚れる？安心しろよ、俺が着てるのはそんなお上品なものじゃねえぜ。それによ高そうだぞ。俺はレストランで落ちたフォークをウェイトレスに拾わせるってやつが大嫌いなんだ。今更だけどあれだな、あのポチポチ意味わかんないな。羽のマークは確かね、後ろ目やけのマークなんですよ、この胸元ね。あのポチポチなんだろう、遊戯とかがつけてそう、武藤遊戯が。俺は他にも転がる肥料を抱え上げる。決して軽くはなかったが、俺にとっちゃ朝飯前だ、体でかいからね。カノン君は驚いた目を向ける。まさか客人に手伝ってもらえるとは思わなかったって顔だ。バトラ様、結構です、僕が全てやりますので。気にすんな、こういうとこはこう見えても鍛え方が違うぜ。気持ちいいやつだな、バトラは。でも劣等感感じちゃうんじゃないの。カノン君はまだ成長期前って感じで少々ひ弱そうな体つきだ。あー、まあそうだね、線が細い感じはありますよね。重いね、カノン君が苦労するのも無理はないよ。いやー、カノン君気にしないで、兄貴もいいやつだな。俺の見せ場さ、これでさっきの船の分はチャラだよ。いや、多分もうちょっと負債があると思いますね。この程度のことじゃさっきの大騒ぎが帳消しになるもんかよ。しかも時間かかったわけだしね、余計に。カノン君にも後で教えてやるよ、バトラったら面白いんだぜ。落ちる落ちる、マリアは可愛いな。なんか俺出るたびにマリアは可愛いなってつぶやいてる気がする。そんな風にしているうちに積み荷は全て元通り猫車に積み上がる。
お見苦しいところをお見せして申し訳ございません。まだ屋敷入れないの？長いな。言ってください。序章が長いっす。もてなすべき客に、みっともないところを見せてしまったのは使用人としては恥ずべきことなのだろう。退場をせかす豪太に促され、カノン君は去っていた。でも豪太さんもいじめすぎよ、そうだ、先輩だぞ一応。意地悪言わないで、あなたも手伝えばよかったんじゃない？そうだよ、そんなでっかい体してんだからさ。至りませんで、誠に申し訳ございませんでした。まあ、なんだろう、そういうなんだろう、使用人としてはきっと実績は先輩だから。まあなんだろう、カノン君に成長してほしいっていうのもあるのかもしれないよね。笑顔を寸分歪ませることもなく、優雅に謝罪の言葉を口にするんだった。カノン君もええところは、でもなんかただ嫉妬してるだけみたいのもただあったような気がするな。いろいろと損をしとる、もったいないわ。気難しい年頃さ、そっとしといてやれよ。使用人は寡黙なくらいがちょうどいいさ。熊沢さん。ルドルフ様は手厳しゅうございますこと。私ほど使用人で寡黙なものはおりません。その白々しい言葉にみんな思わず苦笑いを漏らす。本人だって夢にもそう思ってなんかいない。だから、まあ、場を和ますために言ってくれたのだ。なるほど、クマさんのばあちゃんってこういうキャラだったんだな。あー、小さい頃には気づかなかったさ、役割とかさ、その人の良さって大人になってから気づくことってありますよね。熊沢さんのカラカラとした笑いでみるみる晴らされていった。そろそろ荷物、そうですね、家に入りましょう。ゴダさん、部屋割りはどうなってるのかしら。あれ、本家には入れないの？昨年と同じになっております。さあ、ご案内いたします。あ、みんなゲスト、あ、そうか、本家って別に寝泊まりする場所はないのかな。俺たちは商社で小綺麗なゲストハウスへ向かう。ここが一泊の間の俺たちの仮の宿になるのだ。やっとお家の中入れますね。あ、客人一行がゲストハウスに入っていくのを、カノンは垣根越しに見送っていた。猫車に積まれたあの重い肥料袋に目を落とす。脳裏に映るのはさっきのミスの時、体育の大きいバトラが自分が満足に持ち上げられない袋をさも軽そうに持ち上げて見せていた。その行為がカノンに何の感情を与えているのか、はために理解するのはとても難しかっただろう。でもそのうなだれたうつろ姿を見る限り、そっとせずにはいられない何かを感じさせるのだった。ん？ぽつりと独り言がこぼれる。でもそれはつぶやいた自分の耳にすら届かないほどの小さなもの。僕だって、うん。カノンはうなだれ、下唇を小さく噛むのだった。まあなんかなんだろう、うまくできない自分に対してもきっと葛藤があるんだね、カノン君にも。バラの庭園は記憶にあったんだけどよ。ああ、このゲストハウスっつうのは、あ、そうなんだ、記憶にねえな。6年前はなかったのかな。建てたのは最近か。門中らしきものにトライアンと記されているが、みんなはゲストハウスと呼んでいたので俺もそれにならんだ。トライアン、トライアングルみたいな。バラの庭園を 見下ろすように立つ真新しい洋館は庭園との調和を大切にした見事なデザインだった。正解だよ、建ったのはつい一昨年さ。あ、本当に最近だね。それ以降は僕たちはこっちに泊めさせてもらってるんだよ。なんで本家に入れないの？年季の入ったボロ屋敷よりこっちの方が好評みてえだしな。でもね、あの親族連中は自分の部屋とかあるんだろうけどね、まだ。マリアも持ちたい、持ちたい。俺の家も裕福な部類に入るだろうが、本家に比べたら全くの庶民だなと思う。そうだね、年に何度も訪れない客人のためにこんな立派なゲストハウスを建てちまうってんだから、その富豪っぷりには驚かされるさ。エヴァ様、秀吉様、こちらのお部屋をお使いくださいませ。ルドルフ様、キリエ様はこちらのお部屋をお使いくださいませ。バトラはジョージと一緒なのかな。やっぱりここは綺麗で上品でいいわね。洋風って本当に素敵だわ。ほんの 2,3 日なら洋風もええやろが、ずっといて落ち着くのは。そうですね、和風やで。和室は欲しいですね、家の中には。あ、そうなんだ。そういうこと。お父さんが和風で着工させたの。あ、そうなんだ。母さんまだ根に持って。え、別にね、普通に洋風で建てて和室を作るとかじゃダメだったの？ジョージ兄さんのところは両親仲が良くて羨ましいぜ。うちの冷め切ったもんさ。今あまり本格的なさ、私の成績の話だけは和風の家ってあんまり見ないですよね。部屋はみんなツインらしい。じゃあ兄貴かな。
おかげで家族という理由だけでクソ親父と同じ部屋を強制されずに済むのはありがたいことさ。まあ、基本は夫婦だろうね。俺なんかがいたらよろしくできないだろうしな。え？ゲストハウスでやるの？どうせ下世話なこと考えてるんでしょう。この年でそんな逆らないでしょう。下世話なんて。あ、でも割と新婚じゃ新婚なのかな。どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。あ、はい、いたよクソ親父。またしても後ろから、親父に耳をつねり上げられる。だからこと言ってんじゃねえ。俺は胃がキリキリ痛み始めてて、とてもそんな元気はわかねえぜ。親族会議ってなんか今回はお前が主賓だろ。厄介なんだっけ。せいぜい親父や兄貴たちに可愛がられる。あ、バトラが主賓なんだ。親父の前では言葉遣いにだけ気をつけろ。あの人本当にシャレが通じねえからな。ジェシカちゃん、我らが当主様のご機嫌は。会ったことはあるんだよね、きっと。6年前にもいただろうから。去年から相変わらずかな。余命3ヶ月、余命3ヶ月って割には去年から言われてんの。余命3ヶ月ピンピンカリカリイライラしてるって話。相変わらずヤブ医者だなあいつ。今年も相変わらず不機嫌って。本当にヤブ医者なのかな、南條先生。お守りができるのはやっぱり源氏さんだけなの。親方様も源氏さんにだけは心を許しておいでのようです。私たち下々では近頃はお目通りすらなかなか叶わず。一緒に住んでる人も会えてないんだ。怪しげな黒魔術三昧じゃねえのかな。何をやろうとてめえの趣味だから構わねえけど、匂いが立ち込める系を勘弁してほしいもんだぜ。なんか本当に中二病なんだね。そのまま書斎から永久に出てくんなってんだ。年長の人にそんな言い方をするもんじゃないよ。ジョージの常識。後宮家を復興させてくれた大恩人なんだから、もっと感謝しないと。なんか裸一貫から始めたみたいなことを言ってたよね。ジョージの兄貴にたしなめられてはジェシカも暴言を撤回するしかない。後宮家は大富豪だか。ってことはやはり世間とは完全にずれてるくせ者揃いだ。その頂点に立つ後宮家当主、つまり俺たちのおじい様は、その中でも特にくせ者で恐ろしいお人らしい。さっき親父が胃がキリキリしてと言ったが、それは今日ここに来ている大人たちの率直な気持ちだろう。孫である俺たちがキャッキャと遊んでるのがさぞや羨ましいに違いない。親父に聞かされた話は何でもかんでも鉄拳、まあ昔の親って感じだったのかな。鉄拳制裁で娘であろうと木刀で容赦なく打ち据える。マジか。それだけの硬派さがあったら息子たちの名前もすぐそうだよね。なんでその洋風かぶれになったのかっていうのもなんか理由があるんだろうね。孫まで迷惑してるぜ。まあその恐ろしいイメージには違和感も寸分ない。あったき、あ、え？あ、会ったことあるんだよね。何度も会った記憶はないが、非常に気難しそうな顔をしたおじいさんで、いつも鋭い眼光で周りを萎縮させていた。おじいさんがいる時の張り詰めた空気は窒息しかねない辛いものだったことも思い出す。あー、今回はお前が主賓という言葉が重みを持って蘇る。6年前は俺も小学生だったが、さすがに今は高校生だ。失礼のある態度なんか取ったら大変なことになるかもしれねえな。そうだね。確かにこわもてだけど、そんなに固くなるほど怖い人じゃないよ。ジョージは結構合ってんのかな。不審なことは言ってないもん。口下手なだけでちゃんと筋は通す人だよ。そうなのかもしれないけどね。ジョージ兄さんは昔から成績優秀で一族の鏡じゃねえかよ。子供たちからするとやっぱりもう昔の子供の頃感じた恐怖心というのがずっと、え、マジであるんだろうね。尻だぜ尻、それも乙女の生尻をよ。ジェシカちゃんは、ああ、そっかそっか、そういうのもあるのか。おじい様も特に目をかけてくれ。じゃあバトラはそんなにその厳しさは、ね、大丈夫かもしれないですね。裏返しだと思わなくちゃ。でももしかしたらよく話を聞けばそんなに悪いやつじゃないのかもしれないのかな。でもなんだろう、すでに紹介したと思うが、ジェシカは本家の跡取り娘だ。俺たち分家筋のいとこじゃ、肩に押しかかるプレッシャーも違うだろう。最初の冒頭のシーンを見るとね、そんな人だとは思わないけどね。かわいい。サンキューな。大丈夫、マリアちゃんには押し付けねえよ。この十字架は私が墓まで背負ってくよ。安心しなって。マリアの無邪気な気遣いに感謝するが、ジェシカの表情には容易には晴らせぬ将来への不安が残っている。まあこんな富豪の家を継ぐってのはプレッシャーすごいよね。お互い様か。いや想像できないけどさ、
受験を控えた高校生なら誰だって将来への不安は隠せねえさ。マリアいらっしゃい。お母さんとマリアはこの部屋よ。バトラ君は僕と一緒にこっちの部屋だってさ。おお。すごいな。なになに、こりゃ驚いた。二人部屋なのにベッド三つもあるんだ。親たちの部屋より広めじゃないのよ。あ、どうせいとこ同士で集まるだろう。ああ、そうなんだ。なるほどね。大きめの部屋にするように言っておいたんだ。おお、マリアもこっちがいい。ママと一緒よりこっちがいい。おお。そうか。お母さん好きじゃないのかな。こっちそういうわけじゃないか。こっちの方が楽しそうだからってことだよね。ここは俺とジョージ兄貴の部屋だが、特別に出入りを許可してやろう。お母さんには内緒だぞ。母親のローザおばさんがすぐ後ろ、あ、そこそか、後ろにいるわけだが、マリアは元気よく握り拳で天をつき返事をするのだった。親たちは部屋に荷物を入れるとまた廊下に集まっていた。おいガキども、お前らはどう。新しい立ち絵だ。ここでいとこ同士おしゃべりでもしてるけん。到着の挨拶をしに屋敷の方へ行くらしい。筋ならついて行って一緒に挨拶するべきなんだが、そうなら親父はお前らも来いと一言言って終わりだ。ああ、なるほど。来ないでも勝手だぞと言ってくれてるし、どう、選択肢あんのかな。どうせもうすぐお昼や、ね、子供はそこでくつろいでたらええ。それに表で遊べるのは下手をすると今のうちかもしれんしの。こっからはね、親族会議で多分大変なんだろうね。マリアも行く。マリアはここでお留守番してなさい。いたずらをしないでおとなしく待ってるのよ。マリアが留守番することになった以上、置いてきぼりってわけにはいかない。ジョージの兄貴はそれをすぐに察し、いとこ代表として明快に返事をした。じゃあ僕たちはお言葉に甘えて留守番してようか。1年ぶりに積もる話もあるしね。まあバトラからしたら6年ぶりだしね。そうそうそう、6年分積もってるんだしね。へいへい、お子ちゃまな俺はおとなしくお留守番してるぜ。熊沢さん、私もこっちに残るから。ジェシカは大丈夫なの？あとは大人に任せて、若者は退散してるぜ。それがおよろしいでしょ。まあいいか、そういう言い訳ができたってことで喜んでんだろうね。奥様にはそのようにお伝えいたします。それでは皆様、お屋敷の方へご案内させていただきます。どうぞこちらへ。他の子はともかく、ジョージは成人してるんだから連れて行った方がいいじゃん。あ、そういうのもあるのか。そんなんでジョージだけ仲間外れはかわいそうやで。いとこ同士の交流も大事や。ほな行ってくるで。やっぱり少し秀吉おじさんも戸様の人間だから常識的な考え方をしてるなっていう感じはしますね。大人たちはゾロゾロと表へ出ていく。船着き場からの先導と同じで、先頭は郷田さん、しんがりは熊沢さんだ。割り当てられた部屋、割り当てられたいとこ部屋に集まるとすると、ジョージの兄貴がちょっとごめんと言い、ゾロゾロと出ていく大人たちの後をついていく。熊沢さんに駆け寄って何か尋ね事をしているようだった。用事はすぐ済み、戻っ、ああ兄貴。ああ、なんでもない。ちょっと聞きたいことがあっただけさ。これはなんかうっすら覚えてるな。マリアにも聞いた、マリアにも聞いた。何かな。ジョージ兄さんが私に聞かなくて熊沢さんには聞くことって何かな。なあ、全然見当がつかねえぜ。いや、誤解だよ。ジェシカちゃんが何を誤解してるのか知らないけど、兄貴がなんだかおたおたしている。何かやましいことでもあって、それをジェシカに握られているとでもいう感じだな。あんま珍しいよね、こういう慌てるジョージ兄さん。ジェシカだけが知ってて俺は知らないなんて面白くないぜ。ジョージ兄さんが熊沢さんに聞いたのはね、まあほらあれだぜ、兄さんも本家は1年ぶりだからよ。その間に辞めた使用人とか入った使用人とか、はいはいはい、そういうことですね。そういうのがいたら挨拶したいって、そういうことらしいで。まあ使用人がまだ全員出てきてないから、会いたい人がいるってことだね。挨拶する。なんだよそれ、全然やましくねえじゃねえかよ兄貴。違うな、マリア、騙されるな。名探偵ですね。隠してるぞ。尋問再開だ。うおりゃ。やめてよ本当に。マリアちゃんももうやめて。いや、こんな楽しそうなマリアを見れるのがいいことですね。多
分掃除とか昼飯の準備とかで忙しいんだよ。そっか、これからお昼って言ってたしね。後でちゃんと挨拶に来るぜ。ゴーダの出しゃばりの出迎えよりシャノンの出迎えの方が。シャノン、名前が出ましたね。ってんだろ。シャノン、シャノン、ああ、思い出したぜ。そんな子もいたな。今も使用人やってんのか、元気かよ。シャノンは6年前もいたんだ。カノンはいなかったんだよね。きっとこれから夏姫姉さんって、ジェシカの両親ですねが出てきたりして、まあ登場人物が出揃うシーンかなと思うんですが、ちょっとね時間がいい感じになってきたので、今回はこの辺りにしようかなと思います。で、今回新しく出てきたのがゴーダとカノンくんですね。まあ、あの二人は使用人なので、一応今のところはエースランキングには変わんないかな。ただ、まあ、ゴーダさんなんかはね、力仕事ができそうなんで、まあ、そういう意味では、なんだろう。確かね、コックなんですよ。シェフだった気がするんで、シェフの割にガタイがいいっていうのが何かしらの伏線なのかななんて、もしかしたらあるかもしれないななんて思ってますね。で、次回ぐらいから登場人物が出揃って、まあ、物語が大きく、動いていくんじゃないかなと思うので、私もそれを楽しみにしたいなと思います。いや、ほんと楽しいよ。すげえ楽しい。この楽しさが伝わってるといいんだけどっていう感じですね。じゃあ、今回もご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめていただけたら、コメント、高評価、チャンネル登録いただけると励みになります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。